TV キャスターランです。同じくジャンマリドット TV の永瀬静香です。この番組はですね、現在キコーナさんが行っていますコロナ共闘プロジェクトというのがありまして、だからまあ私たちも一緒に協力していこうというふうな番組になっています。実践の枚数をプラスに持っていくっていう感じです。でそして勝った分なんですが、近隣店舗さん、やっぱりご飯屋さんとかいろいろあるんで、その PR をしていこうという内容になっております。D で2人で頑張っていきたいと思います。暑い、めっちゃ暑い、当ててください。じゃあそれではいきたいと思います。実はこれストブル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 、これ何、何大きいでしょうか。これは AT 入った、入ったえ、決めよう、そうしよう、ぜひともそうしてください。おめでとう。まで行っちゃったからね、もうこれを伸ばすしかないです。投資今いくら？投資ちょうど20本。20本いける、いける、全然いけます。いける、倍返しだ、倍返しだ、倍返しだ、行きましょう。行ってきます。とりあえずプラスには持っていきたいね、とりあえず。だって今日あれですもんね、サマイ、2人のサマイ。そうそうそう、私足引っ張ってる場合じゃないから、自分の分まず取り替え。しずちゃんもプラス？今ねちょいマイナスぐらいになっちゃったかな。もう任せて私に、しずちゃんの分まで。もう頼もしいね、やったりますわ。この番組がもしこう出玉的にも盛り上がったりとかね、いろいろすれば、次は違う JB メンバーの組み合わせとかもね、あるかもしれない。キコーナチャンネルさんでやってもらえるかもしれないじゃない。これだいぶプレッシャーだな来なかったぞボーナスが。大事よ、誰が来る。弱い人、弱い人頼みます。あ、ダメだ、強い人だよ。どうしよう、勝てない相手じゃない。そう、パチスロは気合ですから。パチスロは気合、見せてください。もうコースから行け。本当に気合だあらあらあら、頼むぞ。あの頃の私とは違うってところをずーずちゃんに見せるんだ。こういうとこが見たいな。レアク引くよ。大丈夫、やれる、いける、ほい。大丈夫だ、本当に大丈夫ですかいけるよ、任せて。息が苦しい。ベルも引いてないけど大丈夫ですか。息が苦しい。いけ、やれる。ここまで来るのにどれだけ投資したと思ってるのなんかいろいろと青いんだけど。いけ、頼む、お願い、いける。やったもうフラグにしか聞こえてなかったもん。そう、復活が、さっきのなんかしずちゃんここからだったもんね。なんかプッシュってね。まだランプは、あー消えちゃった。変える。枚数は何枚、もしかしたらさ5年経っても私は成長してなかった。そんなことないよ、
なみに枚数は55枚でした。55、あ、いいじゃん、ゾロ目でよくないよ。いいことあるかもしれない、この後に。今日は3枚だからあんま投資してる場合じゃないよね。うん、そうだね。パチンコ行こうかな。パチンコパチンコはさ、普段から結構打つの？うん、あんまり打たない。打たんのかい。せめてなんかパチンコでさ、いや、パチンコで本当にね、すごくね、良くてねとかいう話がさあってのパチンコかと思ったらね、かい。今時のパチンコってさ、なんかさ、大連チャンさせようと思ったらさ、まずさ、その 50% の壁越えないといけないじゃん。ありますね。超えられないの、私。じゃあさ、50% の壁が越えれなくてさ、うん、辛い思いしてるんだったら、6号機大体無理じゃない？6号機大体さ、50% 以上何回か超えないといけないシリーズ多いじゃん。過酷ね、私には本当に。そうでしょ。じゃあこの台結構さ、50% とか超えなくていいじゃん。確かにね、なんかこう、要所要所で引けさえすればって感じだよね。うん、ところとね、マリアと一緒に厄払い行ったんですよ、厄年なんで。で、じゃあその神社の人からね、まあ、神様からお守りをもらえるわけですよ。これを肌身離さず持ち歩いて、ま、ね、そう、守ってあげますからねっていうのをね、いただけるんですよ。で、財布にね、入れてたんですよね。大事にしまってたんだよね。そうで、ランコロとさっき喋ってて、お守り持ち歩いてるって聞いたら、持ち歩いてないって言うから、持ち歩いた方がいいよって言って、私見せようと思ったら財布にお守り入ってなくて、絶対紛失した。めっちゃテンション下がってるから今。そうよ、めっちゃテンション下がってんのよ。そりゃさ、出玉あったのにさ、もう、もうすぐ貸し出しボタン今押してるもん。しぶちゃんにとってもお守りの存在がもう必要ないぐらい、もう大丈夫だって、静香はそっちまで行ったっていう。そう、もうあちら側まで行けた。まだそんな立ってないよ、あれ。そんなにもう行けるって思われてるの？もう早いな。そうそう、もう離されたの私。もう俺の力は必要ねえなって、自分でやっていけるなって。そう、だから旅立ったんだよ、お守りもね。リプレイからのきっとこうだったんだろうな。大変申し訳ない、タイミングも悪く。これは斜めに揃っていたということでよろしいでしょうか。でもここにいるよ。ちょっと早いんだろうね、私の目押しミスですか、うん、でも全然、だって画面見て、ボーナス、イエーイ。やっと、もう投資がやっと止まりました。21本、ごめんなさい、揃ってないけど、ボーナス。言ってた通り早めに引けましたね。もうね、これでね、イエーイ、やったぜ。お願いします、入れます、お願いします。何でもいいぜ。あんまり同色は来てくれないんだね。同色はね、6000分の1とか。あ、そんなに。じゃあ頑張って自力で入れたいと思います。はい、よし、次こそ、次こそ、ちゃんとね、ちゃんと左リールも、よしよし、揃える。さあ、赤カットインだったらね、チャンスなんですけども。あれ、終わってしまった。何のあれだったの？なんかさ、さっき埋めた時あと20何枚ってなってたから、油断してたら終わってた。油断してた。ちょっと気合い入れすぎてた。集中してたのね。あ、そう、もうこっちに、こっちばっかり、枚数のこと忘れてた。一台一台に集中した結果ね、終わってたんだ。終わった。で、ボーナスさ、ちょっと前半あんまり引けてなかったのがさ、後半に入ってすぐに引けるようになってるじゃん。今から波が来るということですね。そうそうそう。よし、次、もう一回行こう、頑張ろう。なんか、私も言うて、今、天井に向
かってまっしぐらな状況なのよ。今4-9-5なのね。そうだね。でもさ、お化け屋敷と一緒でさ、一人がビビってたらさ、一人はちゃんとしないといけないって気になるじゃん。相方が、今日の相方のランコラがさ、はいはいはい、こう情緒不安定になったら私だけでもちゃんとしないとっていう気持ちになるわけ。すいません。全然すいませんじゃない。すいません。でもこれでやっぱこう成り立つもんだからさ、いいのよ。私みたいなポンコツをやっぱ支えていくためにはしっかりしないといけないっていう。だからマリアと私が一緒にいるときは2人ともいいバランスのポンコツなのよ。え、本当？でここにあのランコロがいたら2人で支え合える感じになるよね、絶対。あ、なんかさ、すっごいもう昔からさ、なんかどういう風になんか生活してるかがあんま見えないよねってずっと言われてて。そうなんよね。ドリフト目引きました。あ、ネクスト。ランコロに関しては本当にね、何か分からん。なんでだろう、なんか多分その自分のこととか話すのがあんま得意じゃないし、私どっちかって言ったら人の話聞いてるのが好きで。聞き上手。聞き上手とかそんなことない。本当にただ単に、まあ、私さ、引きこもってるから話題ないっていうのもあるし、何もないのよ本当に、人としての何か。ちょっとこの今から天井なので、ゴーゴーゴー。あ、もうたどり着いた。そう、もう着くので、ちょっとそれ見守らせていただきます。これでなんかいいことがあったらちょっと秘密1個なんか教えてもらおうかな、ランコロに。秘密か、もう何でも、別に何でも答えられることしかないんだけど。まずお嬢様かどうかっていうところを謎で解かないといけないから。しずちゃんのそれはね、もう本当にね、いつかちゃんと説明しないとと思ってる。あ、書きました。到達おめでとう。レジェンドバトルです。あ、いや、普通にはそうです。これで天井ですね。やっぱ558で行ったんで、やっぱ経由するのかな、ちゃんと。じゃあこれで、558ゲーム天井です。投資が16本です。この高橋さんに勝つと、天井用の AT レベルなので、2戦目以降が中里さん以降の対戦相手になります。まあ、ここ1でも勝たないといけない。20ゲームしかありませんから。なせれーこーやれる、しずちゃんならいける。人とプロジェクトを成功させるために。さすがでございます。よし、さすがです。ポンコツとは出来が違う。いえいえ、そんなことないよ。よかった、マジで。あ、しかもここでチャンスメン引いた。よかった。これでちょっとあの特殊 AT レベルに行くということで、出た場を頑張って確保できそうです。本物です。頑張ろう。もうボーナス抜けませんでした。さあ、ここからなんですけども、あの天井からなので、あの高橋さんは出てこないです。中里さん以降で、しかもこの女性2人、まこちゃんたちが一番選ばれやすい、68%あります。で、この庄司さんが 25% で、残りが中里さんっていう感じで、まあ、25% が選ばれました。でもこれ、何戦目っていうのが5戦だったかな、まではこれで、またどんどん変わってくるんですけど、戦いが続くにつれて。なんせ今はチェリーを引こうよっていう時間です。緑まで行きました。うだー、スイカじゃないんだ。スイカじゃない、チェリーなの。私が欲しいのは
かもさ。いけるよ、しんちゃん。気合いだよ。いけます。で、あよかった。ランコロの応援のおかげで、このボタンは本当に。ちゃんの今日のその子は好きだもんね、ツンデレがね。そうなの。からの。揃え。うん。置いてくね、しずちゃん。待ってるよ。さあ、私。ネクスト。もう一丁行こう。もう一丁。これなぁ、決めたことないんだなぁ。どう？いけ。いかんなぁ、苦手なんだなぁこれ。あいつ待ってるよ。さあ私はバトルの方に来たやつ、まこちゃんたち。あー、また庄司さんだ。頑張る。
が6戦目、うん、になるんだけど、10戦すると、うん、高橋涼介ってこのランコルがイケメンって言ってたね、うんうん、人が出てくるの。でそれに勝つとエクストラステージっていう、いい、なんかさっき私が逃したやつか、うん、違うの、それではね、また違うくて、ドリフト目を引くまで終わらないっていう特殊なところで、ね、10戦目まで行くと、7、8、あと4つ、そう。でその10戦目にその高橋涼介出てくるから、それに勝たないとダメ。いけるでしょう、投資も止めたいし、あ、予告入った、あ、よし、豪華だな、大予告発生です。せっかくのところ悪いんですが、1本目は後ろで行きます。今まで最高の発生、継続は確定している状態です。次回予告が出てましたものね、継続がね、ついてる、レインボー美しい美しいでしょ、ナンコロジーボでレインボーがつけばね、いいんだけども、出したい、見たい、イエーイ。で6戦目もウィン、500枚キングテクニックがすごいってことね、そういうことでしょう。さあ大事な大事な、油断はできません、え、強い人来た、じゃあ頑張る、ここでここで引きます、見えてきてるよ、しずちゃん、勝たせて、まこちゃんです、勝たせて、いけ、なんで、なんで、なんで、何も引けなかったから私が悪い、でもしずちゃんにはあれがあるよ、最後のサプライズボタンが、お願い、出てくるでしょ、出てくるよ、ツンデレもここまでですか、いやボーナスが AT 中はさ、やっぱ引きやすくなるっていうところなのに、はいね、ゼロ本当にあれれって感じ、本当にプラマイゼロぐらい今トントン、だってグラフがプラマイゼロって言って、本当だね、待って見ないで、私のグラフはちょっと見ないで、あ、時間が迫ってきている、次の天井が私はラストチャンスかな、そうなりそうですね、天井じゃなくてもいいんだけどな、もちろん AT さえ当たってくれれば、私のビギナーズラックはあの前半の一瞬にギュッて凝縮されて終わったのかもしれないです、イニシャル D ビギナーズラック当たったくさい、来た、当たった、揃えるか、イエーイ、時間まれなんで減らさないようにすぐ揃えました、青、お、86枚出た、何今の、これ86枚って1回出ると設定2以上だったかなってなって、3回出ると4以上とかだったで、85って出たら6だったかな、きっとそうだよ、時がある、使わない、スイカからのリプレイからのリールロック来ましたよ、これは揃いそうな気がするよ、よいしょ、おー、すごい、よかったのか、果たして揃ってよかったのでしょうか、いやいや、いいでしょう、天井に行く
くよりもやっぱボーナスからの、まあ、AT に入れればいい話でしたもんね。揃いました、やっと469ゲーム投資は31本取り返す、行ってきます、いってらっしゃい。どうでしょう、自力でやるしかない、あかった。天井まであと何ゲームった、あとね、あと多分70ぐらいだったか60、70ぐらい、それはこうなんとも言えない感じは入れりゃいいんですよね、入れりゃ OK です、入れりゃいい、結構言っていい、あの本気で応援してる、あの冗談抜きで結構ガチで応援してるから、なる、私は取り返すよ、今日はやっぱプラスにしてこんないただいたねチャンスをね生かさないわけにはいかない、プラスにする、できます、はい、なんかこうでも気分を高めてくれるいい歌多いですね、そうだね、やれるぞやれるぞって思える、やるんだ私は、入れるんだ、さあなんかこう時間的にはもうそれラストチャンスらしいよ、マジそれ入らなかったら後半映ってないかもしれない、今から私のターンを やってくるはず、今からもうずっと30分ぐらいランコロの時間が続くってことでいいのかなちょっとね多分ね後半戦私多分あの映ってないからさ、いや待ってました、あのランコロファンからしてやっと来たかって、お待たせしました、やればできるってとこ見せてやってくれ、頼む、これはこの流れは揃うやつ、いやでも来てる完全に来てますよ、流れは来てる、いいのランちゃん、それでいいのよく、明日からさ目の前で電車が行っちゃったりさ、欲しかったものラストエコが目の前で買われたりしてもいいからさ、なんとか AT をください、いやだもんね、目の前で欲しいものがなくなるんだよ、売り切れだよ、いい、明日からそんな生活を送るからどうにかここを光らせてください、あと1回ベルで終わりだよ、ブル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 、あーまだ、セーフ、耐えてるよ、もうさ、しかも枚数も結構外れ引いてちょっと少なめ、103枚ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様です、お疲れ様でしたあ、すごく寂しい拍手が拍手と言えるのかいそしてランちゃん、はい、声が元気ないよランコロの今日は、ま、気候なチャンネルに初登場となって、はい、明るくさ元気でニコニコしてるランコロを皆さんに届けたいじゃないですか、朝はもう気合と希望で満ち溢れてました、うん、からあれ朝のランコロと同じ人物ですよね、髪も乱れましたしメイクもボロボロでいろんな汗をかきました、なんかすごいかわいそうな子になっているんですけども、まあ、なぜこうなったかというと、まあ、結果ですよね、すべては結果です、その結果私たち、まず私からいきたいと思います、臨みました、投資の方が私736枚、回収が361枚ということでマイナスが375枚という結果で終わってしまいました、マイナスです、あと一踏ん張りってとこでしたね、だからランコロが、まあ、400枚くらいプラスって言ってくれたら成功です、一旦成功、今日は2人で協力して3枚プラスですからね、そうだよ、頑張りましたよ、もう初めてのイニシャル D、うん、いっぱい教えてもらって、うん、ビギナーズラックだって気合い入れて臨みました、結果はご想像にお任せなんで言わないの待ってずるくないそれ言ってよ言ってよ、投資1426枚、はい、回収が138
137枚。聞こえない聞こえない。おにおにおしてた。137枚、マイナス1289枚で終了でした。まあちょっとうまくできなかったので次回ねチャンスがあったらと思うんですが、ただ今回のこのリアル京都プロジェクト、はい、このままでは終われません。はい、マイナスでした。で、ね、あ成功させれませんとかそういうのではないんだよ。こうなったらやりきれてない、うん、サマヨマイナスなので自分たちのお金でやりましょうよ、うん、やりたい。最後ぐらいさちょっとさ何か役に立たせてお願いします。やらせてください。最後までどうか私たちに。ほんまここの真ん中にいてもらわないと多分ここら辺に出てると思うんですけど、あ、そうですね、顔が
はい、出るんですね。お疲れ様です。お疲れ様です。このチャンネルさん、まあ、いろんな番組があるので、うん、ぜひこの機会にチャンネル登録と高評価の方皆様よろしくお願いします。めっちゃ息ぴったりだ。最後、これからももしかしたらまた出られるかもしれないですもんね。はい、そうですよね。コミンさんの座をもしかしたら、まあ、ちょっと狙っていこうかなと。いろんなお店を紹介してくださるかもしれない、ね、楽しみです。それはちょっとこれからも貴重なチャンネルさん、ぜひぜひチェックの方してください。本日は本当にありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。